さあ今回で3回目となるせがれいじり、もう住んでるのか住んでないのかもさっぱりわからないですけど、とりあえずクリアを目指して進めていきましょう。もうひどいこのシーンも。さあ行きましょう、スタート。ロボットでクイズを出すわ。さあ行ってみなさい。とりあえず行けばいいのね、ロボットのとこに。ロボットって確かこっち上だったよね。こいつでクイズ、よく見つけたわね。さて問題です。ではまずこれを見なさい。何？ロボットが変な踊りしてる。メガハート、これに合うように作文しなさい。名前をつけよう。スーパードキドキサンだよね。違う？合ってた？お、正解。おー、なんかあんま嬉しくないけど、ただいま。よかったね、作文回数が増えた。なんだかわからないけど、無駄な達成感。いってらっしゃい。よし、とりあえず作文しようか。何なんだろう。よし、これに名前をつけよう。太郎、スーパー花子太郎ドキドキ Z。 行ってみるか。これは見てないよね。汚い。うん、何なのこれ。あ、いろんな曜日。何これ、時々 Z。 お腹痛くなってきたよ。いや、こっち頭が痛くなってきた、こんなん見せられて。うんこが山に生まれました。生まれたっつうか誰かが切り出したの。うんこのとこ行けばいいのか。うんこのとこ行ける。下降りて、うんこあった。巻きぐそ、あら、初めて。おお、キリンが伸びたよ。忘れないように名前をつけて。トグロ、トグロ、トグロ、うんこ。まだあんの。運の月、運命、尻のつゆ、尻のつゆ、なんか汚いな、見たくないけど、見よ。尻のつゆ、なんか普通に麺が入ってそうな。うわ、汚い、もう。お土産にどうぞ。嫌いなやつに渡したいね。誰が買うの。ちゃんと突っ込んでくれるんだ。あんたが山に生まれた、誰だよ。もうちょっとこのうんこ見てみよう。次は一本、うん、本うんち、運命。うんこと運命をかけたのね。運命、うん。え、一本ぐそ、お見事。紐っぽいのがね、これ一本ぐそってことね。じゃあこれはもう、次はトグロ、うんこ、うんの月。トグロ、うんこ、うんの月。読まされてるこの人も大変だな。うん。で、こいつが出したの。秋だね。いやいや、うんこ必要あんの。出た、なんか出た。気持ち悪い猿っぽいのが出た。天地。ひどいな。じゃちょっと上から行ってみようか。この右側ね。あ、いた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 。何これ。地面から手が出てきてるけど、初めて。何よ、激辛、空中、早朝、激辛。水族館、深夜族って言うみたいな。激辛深夜族。よい子の人形劇。お、面白そう。いや、どう見ても悪い子だろ。もう一回。早朝、甘党地獄。この顔多いな。早朝、いや意味がわからない。あ、早朝ってことね。早朝ね。空中水族館、まあ、これはなんか普通そう、すごい普通そう。気持ち悪い。どんな顔で見てんの。顔がそっくりっていうか、そのまんま。あの子と行こう。
あ、来た、あの子が来たんだ、かわいい子ちゃんが。おお、生まれた。よし、行くか。なんだよ、他のも出した方がいいってことか。これも お荷物も行ってみようか。あ、やっぱり回数が増えるとね。ほいほいしょほいしょほいしょ、行ってみよう。飛ばして微妙微妙、痛い痛いで済むんかい。あ、なんか増えた。友、脇役が山に生まれた。よし、行ってみよう。まだ他のところが行けそうにないんで、ちょっとあそこで。ここか、ここだね。ここに脇役、初めて。お、伸びた。もうちょいで、あと1個ぐらいか。キャラ紹介。ん？太郎くん、男。好き、花子さん。人が嫌いなんだ。花子さんは人じゃないってこと？それだけ？あ、それだけの紹介なのね。一応、ゲージが上がったけど。あ、ここか。ここ行ってみる。知らない人。セバスチャンと、49人の反則。これはどうだ？やった？見てない？あ、見たかも。なひた、ひどい。それは反則だわ。これいろんなゲーム的にも反則だわ。なんだよ。あ、あ、空のとこ行けた。こっからか。これでペンギン行くんじゃない？初めて。あ、届いた。あと1回ぐらいか。あー、もうすぐ勝ち。なんだこれ、気持ち悪い。あ、こういうこと。わ、酔う酔う。これなんか意味あんの？これをすることが。ちょっとやめておこう。無駄なシステム。ここか？紹介。教えちゃおう。せがれ、せがれの、ハエの、友達。これはまだやってないと思う。友達、連れてきた。友達でいましょう。今の絵にそんな内容あった？電話。もしもし。誰に？今出たよ。なんだよ。わあ、意味がわからんわ。あとはこれは違う、お家だよね。ここも行ってみろ。ことはじめ、ラブラブの、ラブラブのうんこ、どんなのが。安易。うんこ同士の恋ってことね。私たち結婚しました。混ざるだけだろ。あー、これで一旦、くそー、なかなか攻略は難しい。それでは一旦ここでお開きとさせていただきます。次こそこのね、金を伸ばしてペンギンを手に入れましょう。